やってきました EU4 の時間です。今回は EU4 で世界統一を目指していきます。ということで早速やっていきたいのですが、最初に断っておくと、今回が初めての世界統一なので非効率な面がたくさんあると思います。なのでそこのところはご了承ください。ということで、まず最初はオスマン帝国で世界統一を目指したのですが、最初の壁は制限時間でした。このゲームは基本的に1444年から1820年頃までをプレイするゲームなのですが、私にはその期間ではオスマン帝国最大領土とイタリア半島の半分を手に入れるのが限界でした。なので、今回はゲームの終了時代を無視して世界統一を目指すことにします。ということで、ゲーム終了から10年ほどやったところが今見えてると思いますが、残念ながらこの世界ではオーストリアとロシアが同軍連合になってしまったので諦めることにしました。右端に見える赤い国、ティムールと同盟を結んでオーストリア・ロシア同軍連合を攻撃してみたのですが、ロシアの軍用にじりじりと押されて勝てませんでした。その後もオスマン帝国でやってみたり、ロシアでやってみたり、大名ファンネルを試したりしたのですが、どれもダメでした。一番ひどかった時はボヘミア・フランス・ロシア同軍連合をやられたりしましたね。という感じで3週間ほど EU4 で世界統一を目指したのですが結局達成できませんでした。ということで、EU4 で世界統一は難しいので皆さんも頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。というわけにもいかないので難易度を下げることにしました。今までやっていた普通から簡単に下げてみました。こうすると5つのバフがかかるのですがまとめると戦争して領土を取りやすくなるバフだと思ってください。さらに、AI に設定される幸運国家もなしにしました。これがありになっていると10の AI 国家に先ほどの簡単のバフ並みかそれ以上のバフがかかってしまうので、AI を弱体化するためになしにしました。ということで、先ほどと同じようにオスマンやロシアでプレイしたところ、世界統一を目指して通算4回目のロシアプレイでようやく世界統一ができたので、タイムラインを見てみましょう。さて、最速で見ても5分ほどあるので気長に見てください。まず最初はモスクワからロシアになるためにノブゴロドを滅ぼすために北上しました。途中からポーランドがノブゴロドと同盟したのですがロシアになるために必要な州は取れていたので放棄です。その後デンマークを殴って南フィンランドを獲得して属国として解放しました。そして、コモンウェルスができて西に攻められなかったので南で弱っていたオスマンに攻撃。アナトリア半島を征服してマムルークとの対決になりました。マムルークは軍用がこの時ロシアと同等だったのですが軍事技術の遅れの影響でそこまで強くなかったです。そして、紫色のアルダラーンをシリア方面に属国として解放しました。このぐらいになってくるとやっとコモンウェルスに勝てるようになりましたね。コモンウェルスにはミッションで請求権がもらえるので領土の刈り取りがはかどります。そういえば言い忘れていましたが同盟国は基本ボヘミアだけです。それ以外の国とは同盟しても遠すぎてなかなか来てもらえないのでこうなりました。コーカサス山脈北にできたカルムイクはイベントでできた辺境伯です。アルダラーンと位置が被っていますがまあまあ役立ちましたね。一方オーストリアと戦争して勝ったのでパリ周辺をもらってフランスを属国解放しました。オーストリアにフランスの中核州を返還させてどんどん弱体化させました。そして、オーストリアがブラジルと同盟したのでリオデジャネイロを占領して、ちょっともらえた州から孤立していたチリをいじめてロシア植民地を作り始めました。この段階では属国の力が強くなりすぎてだんだん言うことを聞かなくなってきたのですが、一番強いフランスには州を挙げたり開発して懐柔してましたね。あとアフリカの空いている州に植民もし始めました。植民系のアイデアは全く取っていないのですが、ロシア固有のシベリア植民というものを使うことでアフリカに植民することができました。このゲームではアフリカはシベリアということですね。さて、この段階ではロシア以外で一番強い国は東南アジアのハシャマラヤか、見切れていますがアメリカを抑えたカナダのどちらかです。まあ、どちらの国も遠いのでまずは近場の小国から滅ぼしています。この時期だとロシアが強すぎてどこの国もライバル指定できない上に、州の開発度も高くなっているので一回の戦争で獲得できる領土が少なくなっていますね。なので仕方なく帝国主義の宣戦布告ができるのに敵の州に請求権をつけるようになりました。ちなみにこの段階ですでにフランスは有力者の懐柔しても開発しても戦争に来てくれなくなりました。州を上げすぎて総開発度が高くなりすぎたことが原因のようです。さて、ついに東の大国マラヤをいじめ始めました。フランスがいないといえども宣戦布告さえすれば属国が勝手に敵を倒してくれています。あと、もうすでに侵略的拡大も気にしなくなってきました。本当は侵略的拡大を上げすぎると包囲網を組まれてボコボコにされるのですが、この時期にはロシアと属国の軍用と世界の他の国の軍用が同じくらいなので、
包囲網を組んでも返り討ちにされるためか包囲網を組まれないので侵略的拡大も無視してます。なので一番の敵は外国よりも属国の反乱が怖かったりしてます。なので独立欲求100のフランスにはロシア軍を大量に駐屯させました。まあ、軍隊をいたから反乱しないってことはないと思いますが気分的にいいのでこうしてます。さて、この時期になってフィリピンと化したブルネイ対策として海軍をまともに作り始めました。ダカットも監視としてますし海岸線も大量にあるので数でご利用します。あと、日本が中華皇帝となったことでイベントで請求権がもらえたため、北海道を征服してどんどん南下していってます。マラヤと日本を交互に攻撃してる感じですね。ちなみに中国にある水色の国は衛星国のニューロシアです。衛星国の方が普通の属国よりも独立欲求が上がりにくいので作ってみたのですが、こちらも大きくしすぎて反抗的になってきたためマラヤ征服後に併合します。あと、長崎が陥落したことで中華帝国は滅びました。その他にもヨーロッパでは最初の方では同盟していたボヘミアを滅ぼしました。ボヘミアは最初に拡大を手伝ってくれた恩があるので、武力脅迫のコマンドで一州ずつ奪っていったのですが面倒になったので戦争で併合です。さて、大陸はほぼ統一したのでカナダを滅ぼす方にシフトしましたね。カナダ軍は最初は 1M ほどいたのですがロシア軍約300家の消耗無視部隊により括弧撃破されてしまいました。しかも軍視点も余っていたので停戦期間無視を繰り返してどんどん小さくしました。ということで、カナダ消滅です。これで残った独立国はオーストリアだけになったのですが、フランスの青色が残っていると世界統一したっぽくないので滅ぼすことにしました。フランス軍は軍質が良いので適当に攻めていたら1000家あった人敵が切れていたので驚きましたね。はい、最後にローマ帝国のディシジョンが踏めるようになったので紫色になってしまいましたが世界統一達成しました。一応ローマ帝国になる前に世界を映したのはこんな感じです。太平洋の島々からグリーンランドに至るまで全ての州がロシアの緑に染まっています。さらに、ロシア本土と植民地のほとんどは暇だったので回収し尽くしたので、この世界の宗教は 99% 正教会が占めています。ということで、今回の世界統一プレイは以上になります。開始から1ヶ月ほどかかりましたが面白かったので皆さんもやってみてください。さて、最後はおまけなのでよかったら見ていってください。はい、ということでおまけでは世界統一の過程で撮ったスクリーンショットを紹介します。まず最初は最終的な収支です。交易のシステムはあまり詳しくないので適当に商人を送っただけですがそれでも交易で3820ダカットも稼げました。陸軍や顧問や要塞で月2700ほど使っても3470ダカットの黒字です。さて、お次は統治限界です。ロシアは国家改革などで統治限界を他の国よりも増やすことが可能なのですが、それでも統治限界を大幅に超えてしまいましたね。まあ、多分これは世界統一をするなら仕方ないのかもしれません。何かいい方法があったら教えてください。お次は陸軍です。陸軍は雇用限界が2800なのに対して2700程度の雇用になっています。しかし、これはフランスと戦って軍隊をいくつか消滅させられた後なので、最盛期には雇用限界を超えて3000ほどの陸軍を雇用していました。お次は神聖ローマ帝国の最後です。神聖ローマ帝国は先帝校を巻き込んだ上で皇帝の使徒を占領すると解体することができるのですが、私はその条件をよく知らなかったのでこのようにオーストリアとフランスしか残っていない神聖ローマ帝国が出来上がりました。先帝校になることができる国が一つもないと世襲によって皇帝が決まるようですね。お次は末期世界の列強たちです。属国や植民地は列強になることができないため、このように本来8位まで表示される列強国が定員割れしていますね。最後はルワンダのツァーリです。これはイベントでロシアの後継者がいなくなった時にルワンダの貴族が後継者になるというものです。まあ、ロシアは世界帝国ですし異文化にも寛容ってことですかね。といったところで今回の動画はここまでです。1ヶ月くらい世界統一を目指して EU4 をやっていたので全然動画投稿をしてなかったのですが、これが終わったことで前の投稿ペースに戻ると思います。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。